こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川です。さて、今朝の情報番組で非常に良かったので、2つの動画に分けてご紹介したいと思います。これはですね、コロナ禍で売り上げが激減して、起死回生のアイデアで売り上げを作っていったというお話です。1つ目はですね、保護猫カフェ&シェルターを運営している東京の方だったと思います。数は正確な数ちょっと分かんないんですけど、まあ、100匹ぐらいいてるのですかね。で、まあ、コロナと緊急事態宣言とかそういうようなものが重なって一人もお客さんが来ないなっていう状態が続いてて、保護猫どうしようかなんていうふうになってたんだそうです。で、猫をずっと見てたら、なんと尻尾がですね、人間の指に似てるっていう、そういうふうに感じて、で、来てるお客さんの中にはエレベーターのボタンを押すのが怖いとかですね、まあそういうドアを持つのも怖いとか、なんかそういうようなところから指サックを考え出されました。親指と人差し指につける、そんな指サックなんですね。これだったら安心して押せると。で、プラスそれをつけたまんまスマートフォンもいじれるっていうところで、1200円の商品なんですけど非常に売れてるんだそうです。ね、コロナで売り上げが激減、塞ぎ込んでるだけではなくて、何かないか、何かそういったお客様に喜ばれる役に立つものないか、そういうところが今回の話の中で感じました。2つ目の動画も参考にしてみてください。別動画。